図書館の中にこんな部屋があるなんてな。まさかここがリサさんが言ってた禁書エリアってわけじゃないよな。それにしては雰囲気がそれっぽくないよな。それとも物語によく出てくる人に知られたらまずい秘密を隠してるから立ち入り禁止にされた謎の部屋とかか。それもそうだな。さっきは普通に入れたし、ロックが壊れたとかでもなさそうだよな。あれ？待てよ。このドア、オイラたちがさっき入った時に通ったやつと違うぞ。うわあ！ここって本当にまだ図書館か？秘訣だぞ。見ろよ、狼のぬいぐるみだ。すっごく可愛いぞ。モフモフで触り心地も良さそうだな。でも一体誰がここに置いたんだ。それを知らぬ旅人よ、よくも我が城に侵入したな。全員食べてやる。買おう。まほっとこうぜ。かなり広そうだから他のところも見てみよう。
Thank you.
俺が守るよ、炎の盾。せっ属性を見下ろせ。火に気をつけろ。風よ。と。へい。せ。や。これで。五時の炎。しっかり立ってな。今に見ておれ。お前にやろう。天へと前。これでこれでだへいはやっやっばれ嫌いマジで俺が守るよ。貫く。
月と行こう。権限落ちるな。貫こう。続きと。せい。待て、やっぱり、おとなしくしな。今に見ておれ、真理。キャット。お客さんが来てたのか。ここですごく長く待ってたのに誰も来てくれなかったんだ。少し休むだけのつもりがソファーが気持ちよすぎてつい眠り込んじまった。うわ、ぬいぐるみが喋ったぞ。そうそう、ぬいぐるみは喋るものだからな。待て待て、こういう時はまず自己紹介をした方がいいか。二人ともこんにちは。俺は、俺って誰だっけ？え？そんなことを聞かれても。お前寝ぼけてるんじゃないのか？え？間に受けるな。
はパイモン、こいつは旅人だ。ふう、入ったら何かを忘れてしまう謎の部屋ってわけじゃなさそうでよかったぜ。ごめんごめん、寝すぎたからかずいぶんたくさん夢を見てさ、どこまでが本当に経験したことかってこともわからなくなってるんだ。そうだな、確か今の俺はドアボーイで、ここに来るお客さんを出迎えるのが仕事だったはず。うん、お客さんたち、俺のことはオオカミくんって呼んでくれ。うん。でも夢ならどれも本当に経験してはいないんじゃないか。夢っていうのはお前が想像したものだろ。想像したものって本当に経験したことじゃないのか。お客さんは物知りなんだな、俺にはわからないぞ。恐ろしい呪いにかかって溶けない氷に心臓を封印されて、果てしない雪原で寂しさに耐えた日々、薄い霧がかかった森の中で白牙と一緒に遊び、金色の蝶を追いかけて月の映る川を渡った毎日、そして凱旋する軍隊の一員としてクラッカーの紙切れを浴びながら女王陛下から勲章を授かる遠くない未来の栄光を想像したあの日、俺にとっちゃどれも本当に経験したことと何の変わりもない。直近の夢も覚えてるぞ。見違えだ別れになった花園の中で魔女の姉ちゃんが俺にこう言ったんだ。これからあなたはドアボーイよ、ちゃんとお客さんをもてなしてあげてね。そしたら俺はここに来てたってわけさ。で、さっきも言ったけど、ずっと待ってようやく二人のお客さんを迎えることができた。これでやっとドアボーイとしての責務を果たせるな。他に何か聞きたいことはあるか。お前が言ってた魔女の姉ちゃんって誰なんだ。夢の中のキャラクターっぽいけど、なんか不思議とそれだけじゃない気もするぜ。魔女の姉ちゃんは魔女の姉ちゃんさ、お客さんもお客さんだろ。魔女の姉ちゃんと友達、ああそうそう、魔女の姉ちゃんの友達も魔女だったんだ。みんなすごい魔法知ってたぞ。創造の魔法、それに幻の魔法。羽ペンで魔法を使ってた魔女の姉ちゃんは不思議なインク瓶を持ってて、中には幻想の真実が入ってたんだ。こっそり舐めてみたけど、すっげえ苦かった。でも他の姉ちゃんたちはその魔法が気に入ったみたいで、創造の魔法を使って幻想の真実を真実の幻想に変えてたな。一体どうやってやったんだろう。俺にもよくわかんねえや。だってただのぬいぐるみだしな。考えるのに使う部分はきっと綿と毛糸でパンパンだ。他に何か聞きたいことはあるか。オイラたちは図書館にあった今まで開けられなかった扉の向こうからやってきたんだけど、ここは一体。ここは招待されたお客さんだけが入れる特別な部屋だ。二人ともおめでとう。二人はこれで資格をゲットしたってことだから、他の友達を招待することもできるぞ。そうそう、すぐ片付けて温かいお茶とデザートを用意するからな。デザートは甘めのやつでいいか。うん。で、違う。オイラはここは一体どこなんだってことを聞きたかったな。オイラたちはまだモンドにいるのか。難しい質問だな。ここは魔女の姉ちゃんが魔法で作った部屋で、俺には魔法がわからないし。でもドアボーイとして保証してやるよ。ここは安全で居心地のいい場所だってな。二人がここで楽しく過ごせること祈ってるぞ。他に何か聞きたいことはあるか。お客さんのパフォーマンス本当に最高だったぞ。つい見とれちまった。で、パフォーマンス？うん、魔女さんが言ってたんだ。物語の本にあるページはそれぞれが現在の一部なんだってさ。きっとお客さんは特別で、だからこそ物語の主人公として舞台で華麗なパフォーマンスを披露できたんだと思うぞ。
手に汗握る戦闘シーンってのは一部の物語にとっちゃ欠かせない香辛料みたいなもんだからな。もちろん俺もそういう話が好きだ。もしお客さんの華麗なパフォーマンスを本にするとしたらどんなタイトルがいいだろうな。戦記、激戦録、制服記、それとも戦闘編、どれも捨てがたいな。とにかくもしお客さんがこれからもみんなにさっきみたいな素晴らしいパフォーマンスを見せてくれるなら、いや、ぜひ見せ続けてくれ。そして現在の物語のページをどんどん残してくれたら嬉しいぞ。他に何か聞きたいことはあるか？お客さんのパフォーマンス本当に最高。え、パフ？うん、魔女さんが言ってたんだ。物語、きっとお客さんは特別で、だからこそ物語の主人公、手に汗握る戦闘シーンってのは一部の物語にとっちゃ、もしお客さんの華麗なパフォーマンスを本にするとしたら、とにかくもしお客さんがこれからもみんなにさっきみたいな、他に何か聞きたいことはあるか？謎は深まるばっかりだぜ。でも狼君も悪いやつには見えないし、きっと大丈夫だよな。それにテイワットを旅するにはやっぱり度胸がないとな。わおー、冒険者っぽいセリフだな。ひひ、当たり前だろ。オイラたちは正真正銘の冒険者だからな。ドアボーイとして俺ももっと頑張らないと。疲れたお客さんに休憩の場所を提供して、元気いっぱいで新たな冒険を始めてもらえるように努力するよ。お客さんたちももし疲れたらここに戻って休んでくれよな。俺がもてなしてやるぞ。虫けらどもを踏みつぶす行為を君は挑戦と呼ぶのかい？こんなおままごと、とっくに飽き飽きだよ。まさかまだこんなことを楽しめるやつがいるなんてね。手伝ってほしいならさっさと来なよ。一日中ここで過ごすのはごめんだよ。戦いの途中で休む機会が与えられるなんて、私にとっては珍しいことだ。そんな習慣はないからな。だがあなたのペースに合わせるとしよう。今回は私の単独行動ではない。何はともあれ、ここは休憩所として申し分ない場所だ。程度の低い相手ばかりだ。君がもてなしてやるといい。だが油断はしないように。くれぐれも警戒を怠らないでくれたまえ。仲間のことに気を配り、守るような習慣を私は持ち合わせていないのでね。手に負えない相手に遭遇したらすぐ下がるといい。そういうのは私に任せてくれ。厄介な敵なら私に任せてくれればいい。誘いを受けてここまで来た以上、あんたがやりたいことに力を貸すよ。舞台上と舞台裏、どちらを担当するかってことについてはあんたが指示してくれ。私なら何でもやれる。
準備がまだ終わってないからもうちょっと待っててくれ。もしよかったらもう一回舞台に上がってパフォーマンスを披露してくれ。報酬として宝箱からおもちゃの勲章がもらえるぞ。続きと行こう。
の凛、邪魔をするな。それ、お道は散らまく貫く。気をつけろ。風の赴くままに、風雲の行く。はっ、よ、も順調みたいだな。もしお客さんが新しいパフォーマンスのコツ、つまりかっこよくて優雅な姿勢を学びたいなら、友情の証として宝箱から獲得したおもちゃの勲章と交換しよう。友情っていいもんだよな。この単語を聞いただけで心も胃袋も温かくなる気がするよ。そう思うぜ。胃袋も温かくってところがちょっと気になるけどな。話を戻すけど、おもちゃの勲章と交換って言ってたよな。おもちゃなのにそんな価値があるのか？信じることさえできれば、おもちゃの勲章は黄金だって超える価値を持つようになる。それこそが幻想の魔法のコツなんだって魔女の姉ちゃんがよく言ってた。俺にはよくわからないけど、まあパフォーマンスのコツも魔女の姉ちゃんに願い事をすることで手に入る知識だから、姉ちゃんがそれでいいならいいんじゃないか。それでも安心できないぞ。だって物語じゃよくあるだろ、軽い気持ちで魔法使いに願い事をしたら後から払えない代償を求められたり。
お客さん、何の心配もないって。第一、そもそも魔女と魔法使いは違う。それに代償にはおもちゃの勲章を支払うんだからさ。そうなのか。そうさ。それに魔女に願い事をするのはこの俺なんだから、仮に他の代償が必要だとしても払うのは俺だろ。俺もお客さんのパフォーマンスが好きだからやりがいがあるさ。あれ、そういえば物語の本の白紙ページはあと何枚だっけ。ああ、二人は心配しなくていいぞ。たとえ今の分全てが埋まったとしても、後からまた新しい白紙が追加されるからな。楽しみにしてるぞ、全てのページが物語に満たされる日を。調子はどうだ。これからの戦いで疲れすぎて倒れるなよ。精神をいい状態に保つのは体にもいいらしいぞ。槍術は最も得意な分野ってわけじゃないけど、戦闘中は君を全力で守るよ。ここは非常に危険な場所です。道中気づかぬうちに傷でも負っていないといいのですが。ああ、あなたの実力は十分わかっています。しかし、たとえ外からは平然としているように見えても疲労が溜まっているかもしれません。適度に筋肉を休ませ、血流をよく。つまり、あんたのことが心配なんだってさ。さっさと横になって診察を受けたら。これまでの流浪の道中で美しい景色を目にしたとき、興が湧いて詩を読むと、時に良いものができたでござる。実は、それら詩句を記録し、句集にまとめて、本棚に置いて、他人に読んでもらえたらと考えたことがある。初めて美しい景色に出会った時の、あの情緒、分かち合えるのではないかと思ったのでござるよ。その後、切削を見て思いとどまったでござる。いつか縁があれば、他の旅人もきっとこの天地万物の中から安らぎを見つけられるであろう。Thank you.
逃げようなんて思わないでよね。ふう、治療しないとな。はっ、真理は循環する。今に見ておれ。天へと舞う君ごとき、僕を直視する気か。世の
乱れを切り尽くせ。行こうよ。行け。はっ。わしに手を出すつもりか。逃げようなんて思わないでよね。一緒にみんなは俺が守る。我が剣よ、影に従え。ほっほっディア、はっよっはっ、急がないと。ジランバシュース、あっ風だ。陣営のごとく。逃げようなんて思わないでよね。ふう、治療しないとな。礼をわきまえる虫けらで天へと舞い、これで天だ。これでいや、後悔しても遅いと。風だ、一緒に遊ぼうよ。もっと泣きわめく風よ。これでせい。へい。や。ふう。逃げようなんて思わないでよね。今に見ておる。ようやく属性を見下ろす。ドド。へい。早く。死にたいようだ。やっは。治療しないとな。
に気をつけて。風だ。だっや、これで。だっ、へい。姿高い。逃げようなんて思わないでよね。ジランバシュッキ、マシにて。薬も毒に。剣へと前。へい。スカ。これで。へい。だと。や。へい。せい。礼をわきまえる虫払える。一緒に遊ぼうよ。今に見ておれ。狂い者。治療しないとな。風だ。ふう、後悔しても遅いぞ。新風よ。これで。今こそ出陣の時。
本当に俺を呼んだのか。見切りました。風だ。みんながそばにいてくれれば。ここより弱滅の時。逃げ道はありません。逃げようなんて思わないでよね。全力攻撃だ。燃えろ。裁きの雷槌、稲光、すなわち永遠なり。風だ。一緒に遊ぼう。みんながそばにいてくれれば。傷なんていた。見切りました。ここより弱滅の時。裁きの雷槌。逃げようなんて思わないでよね。ここだよ。燃えろ。全力攻撃だ。逃げ道はありません。稲光、すなわち永遠なり。よし、見切りました。足元に気をつけて。風だ。みんながそばにいてくれるわ。逃げ道はありません。無我の境地。裁きの雷槌。逃げようなんて思わないでよね。
王者の名のもとに。みんなは俺が守る。話が通じないなら叩くまで。断罪の名に。逃げ道はあります。稲光すなわち永遠なり。ストップ。そこ。料理の時間だよ。燃えろ。全力攻撃だ。あれ、師匠の技を捉えなさい。見切りました、無我の教師。みんながそばにいてくれれば。話が通じないなら叩くまで。ここより弱滅の時。よっはっそこはっよっはっはっはっくらえ。みんながそばにいてくれるわ。話が通じないなら叩くも。姿を見せ。逃げ道はありません。ここより弱滅の時。そこ。ストップ。燃えろ。熱々でしょ。全力攻撃だ。師匠の技を喰らいなさい。見切りました、無我の教師。ストップ。ストップ。ストップ。よっ。よっ。みんなは俺が守れ。ルオパー、よって。話が。断罪の名に。裁きの雷、稲光すなわち永遠なり。ストップ。悪キラ、見切りました。全力攻撃だ。くら。師匠の技を喰らいなさい。あた姿を見せ。裁きの雷、無我の教師。よっせ。よっせ。勇者を求めている。冒険だ。みんなは俺が守れ。
切りました。稲光、すなわち永遠なり。よっ、そこ、かっ、はっ、よっ、はっ。ウォーパー、よっけー、悟れ、やだ、
重みを知りなさい。黒き翼よ、昼夜を切り裂きな、師匠の技を喰らいなさい。料理の…火炎よ、燃やし尽くせ。風雪にいてて滅びよ。畜生、薬も毒になる。消えた、火を消え。話が通じないなら真を貫く競争。裁きを受けよ。敗者よ。
りでもやるん？さて、仕事を始めるか。
ね。行くぞ、テレアン。炭になるがいい。ようやくは花火に行くね。無人艦内です。花火に行くね。やっ、へい、スタート。
薬も毒になり。火の用心。ラッキー。やっ。さあ。そりゃ。やめ。やっ。さあや。よく見ておけ。ちょうど時間ができたんだ。座って昔話でもしないか。ほら、飲み物も持ってきてやったぞ。秘境の奥のことなら私がいるから絶対に大丈夫だ。あれこれ心配しなくていいよ。天気のいい日はゆっくり寝て、嵐が来たら立ち向かう。これこそ気持ちのいい人生さ。
ここは非常に危険な場所です。つまり、気にせんといて。ここ全然退屈せえへんし、読み切れへんほど物語の本があるんやもん。おもろいとこ全部覚えといて、帰って友達に聞かせてあげよっかな。せよせよ。ここにある本の中でいっちゃんおすすめなんてどれ？あんたがどんなん好きなんか知りたいわ。こんなに本があるなんてな。どれどれ。あ、これ見てみろよ。大した能力は持っちゃいないが、嘘をつくのが得意な傭兵の物語みたいだ。ある日、彼は同時に3人の人物と雇用契約を結ぶ。ただ、この3人の雇い主は互いに敵視してる関係のようだ。大金を稼ぎながらも命を守るため、彼は全身全霊で真っ赤な嘘を次から次へとでっち上げるってさ。面白いな。もう少し読んでみよう。